マイクはミュートでお願いします。で、何か質問などございましたら、お気軽に、マイクをオンにして割り込んでいただいても、チャット欄を使ってチャットで質問していただいても大丈夫です。で、今回に関しましては、全編日本語でいきますので、僕の翻訳が入ることもなく、邪魔することなく、お話を聞いていただけるんではないでしょうかと思います。で、もう一回リピートになりますけど、カメラオンにできる方はなるだけカメラオンでお願いします。結構ね、名前だとね、わかんないですけど、顔見たら思い出す人結構いるんですよね。で、今回は、まあ、リコールの土井さんにゲストで来てもらったんですけど、まあ、ブランドの流れだったりとか、まあ、彼自身の、生い立ちだったりとか、いろんなことを振り返っていこうかなと思います。で、まあ、今回に関しましては、会員の方と有料で、参加ということで、皆様有意義な、お時間を過ごしていただけたらなと思います。で、話自体が、1時間弱ぐらいありまして、その後 Q&A に行きます。で、土井さんたっての希望で、日本時間の12時までには退散をいたしますので、皆様、短時間でぎゅっと、濃厚な時間を過ごしましょう。日付はまたがないというシンデレラルールを今回設けていますので、長々だらだらとはやりませんので、皆様、要点を抑えて、ピシッパシッと行きましょうね。じゃあ、それでは、まあ、僕の話は、まあ、さておいて、早速、土井さんに登場していただきましょう。皆様、それでは、大きな拍手を、って言ったらミュートですね。はい、拍手。土井さん、ありがとうございます。ボンジュー。ボンジュー。ボボンンジジュュー。土井さんは、今回、天の方からちょっと来てるんで、逆さ釣りで参加しますので、皆様、逆さでお願いします。ということで、土井さん、早速、軽く自己紹介の方から、お願いしていいでしょうか。んばんは。こんばんは。こんばんは。小西くんの顔しか見えてないから、二人で喋ってるみたいだよね。あ、そうか、携帯やき、そうなのか。そうそうそう、携帯だ。いそれさ、携帯でもさ、ギャラリービューにしたら全員見れるんじゃや、まあまあまあ、いいや。このスタイルでいいんじゃない？ない二人あ、じでゃあ、喋っ俺て。と、あ、二人と喋っている風な対談式でいくわ。俺、ちなみにみんなの顔見えるよきな。バッチあ、リ。で、ちなみにこのご様子は、録画しておりますので。それ待って、いつか見れんの？僕。あ、見れます、見れます、もちろん。あ、よかった。じはい、ゃあ。はい、はい。はい。まあ、そんなこんなで、こんばんは。15回目インターネット講義お招きあ、いただ16き、です。16回目インターネッはト講義お招きいただきありがとうございます。そうそうたる国外のメンバーのね、ゲストの中、一人ね、国内のちょっと、チャランポランな僕が入っていいのか、ちょっと心配だったんですけど、濃厚な時間になったらいいですね。ということで、なお、土井哲也と申します。岡山県出身で、18歳の頃に東京に上京してきて、まあ今も東京で活動して現在に至るっていう感じなんですけど、まあ、今日はなんか、軽く、その自分のルーツだったりとか、まあいろんなものを掘り下げていきながら、ちょっとまあ、リコールというブランドをやる以前のところから、今に至るまで話していければいいなと思っていて、まあ、気になることがあったら、最後、質疑応答とかで、お答えできる範囲以内で、しっかりお答えしようと思ってるんで、気になることあったら、ちょっとメモっといてください。なんかこれ、あれだよね。飛んでくるスタイルじゃないよ。何が？いや、なんか、あ、質問が？そうそう、質問が飛んでくるスタイルじゃない。こう話してる時に、飛んでくるスタイルじゃない。それもあり、大いにありなんで、皆様。チャットだったりとか、こう、マイクをオンにして、すいませんって言って、こう飛んでくるスタイルも、はい。受け付けておりますんで。なるほどね。で、僕、ズームあんま慣れてないんだけど、その声って、こう、飛んでくるの？携帯から勝手に。あ、携帯から飛んでくると思うよ。電波で。電波でピューって飛んでくると思います。電で、波で飛ん、電波が結構、もし飛んでこんかったら、僕がちょっと飛ばします。あ、じゃあ、通訳して。はい、通訳します。なんで、よくいつも、いつも。そう、通訳します。皆様、質問がある場合は、質疑応答コーナー関係なしにやってくださいね。っていうのが、今回時間制限がございますので、失業と盛り上がったといえど、一回シンデレラなんで切るんで、ブチって。
なんで、何か気になることがあったら、はいはい、遠慮なく割り込んでください。じゃあ、そもそもね、なんで12時前までにしようかって思ったかっていうとさ、一回小西くんの講義前聞いててさ、僕一回だけ寝落ちしちゃったことある。長生きね。電波が。いや、寝落ち。うん。そう。そう。で、まあ、それがさ、なんかちょっと、だらだらしたらさ、良くないかなと思って。まあ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 、いいやいいやいや。じゃあ、早速入ります？早速入りましょうか。じゃあ、今回、まあ、いろいろと話してもらいたいことがあるんですけど、はい、まあ、なんか、はいはい、僕ら的にちょっと気になることがいくつかあって、まあ、今回に関しては、プレゼン式とか、以前の感じとはちょっと違って、うん、まあ、なんか、お話式っていう感じに、するので、皆様、耳を、研ぎ澄ませて、あと、土井くんのその逆さの絵をちゃんとしっかりと見ながら、見ていただきたいなと思ってるんですけど、とりあえず、まあ、土井くんがデザイナーになるまでの経緯で、生まれた時から、まあ、まあ、大人になるまでの、そういうところの話とかを、まあ、聞かせていただけたらなと思います。はい。じゃあもう早速話していいのかな？はい、ぜひぜひ。0歳。0歳から行く？はい、0歳。うん、0歳生まれました。岡山県で、生まれました。で、なので僕の、予想なんだけど、0歳以前の記憶って多分、まあみんなないと思う。てかまあ2歳ぐらいから厳密にはないと思うんだけど、多分だけど、植物だった気がする。僕が生まれる前は。いいね、うん。そう。なんか、すごいね、日の光の暖かいところで、なんかとにかく日の光にすごい感謝してた気がするのよ。なんか。あと、星空がめっちゃ綺麗だった。だから、多分僕の、多分もっと前の人は、おそらくすごい海沿いの近くで、多分星の綺麗なところに寝てた人なんじゃないかなって思うの。で、多分女性だと思うんだけど、まあそれが、まあ、僕の勝手な、僕が生まれる前の、僕のなんか近くの記憶に あるものだと思ってます。で、まあ岡山県で0歳の頃生まれて、もう普通に岡山で、ザーッと過ごしました。で、先祖はもともと、父方の、家系が、岡山県で、15代ぐらいかな、江戸時代ぐらいからずっと、家系がまあ神社をしてましたね。で、そうだね、神社をしてて、まあ、代々、神主だったんですよ。うん。で、まあ、もう一方が、もう一方っていうか、父方の、ちょっとわかんなくなった。土井があって、土井の半分が、まあ、神社で、半分が、漁師だった らしいんですよ。どうやら。愛媛県の、今多分もう名前もないんだけど、三崎町っていうところで、漁師をしてたと。っていうところが、まあ、僕のルーツですね。まあ、そこから、まあ、2歳、3歳。で、まあ、幼稚園に入学します。で、幼稚園に入学した時に、まあ、ファーストインパクトというか、なんか一つね、ここで一個、多分自分がデザインをする上でも重要なキーワードになってくるんですけど、母親がね、仕事で忙しかった、影響もあって、おばあちゃん家からね、毎日幼稚園に通ってたんですよ。なので、まあ、5歳、6歳ぐらいの記憶っていうのは、まあ、実家のおばあちゃんとの記憶の方が結構強くてですね、まあ、なんかこう、そんなこんなで、6歳の頃に、母親に連れられて、毎朝おばあちゃん家に車で行って、そっから、おばあちゃんと歩いて、まあ、幼稚園に行くっていう生活が、
幼稚園時代は続くんですけど、まあ、小学校のタイミングで、まあ、その自分の実家から通わなきゃいけないってなるんですよね。で、小学校1年生が、もう仲良かった幼稚園の友達とかも全員ね、離れ離れになっちゃって、そこから小1は地元の小学校に通うことになるんですけど、このね、小学校までの道のりが、まあ、遠かった。まあ、遠かったのよ。あのね、結構大問題になるぐらい多分遠くて、多分東京だって多分ちょっと考えられないんだけど、普通に4キロとか小学校まで歩いてた、家から。で、じゃあ問題になるんですよ。なんか、危ないとか、まあ、親御さんの間でも問題になって、危ないとか、なんかこう、なんかあったらどうするんだとか、まあ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 、そんなこんなで、小2の頃にね、たまたまね、自分の地元に、新しく小学校ができて、で、また転校しちゃうんですよ。で、まあ、小一の頃はね、とにかく引っ込み思案で、なかなか友達もできなくて、そう、幼稚園のね、引っ張って小学校に入学してたんで、とにかくね、友達が小一の頃はできなかったんです。で、極めつけに、僕は結構今でも覚えてるね、ことがあって、小学校のね、なんか、1年生の説明会みたいなのにこう、わって行くんですよね。その時に、みんないるのよ。だから1年 A 組だったんだけど、1年 A 組になる人たちはみんな、その説明会参加してて、で、地元の幼稚園から参加してんの。で、で、みんなね、制服をもう着てたのよ。40人ぐらいは。黒い学ランを着てて、僕だけね、なぜかね、学ラン、が、なかったのか、なんかね、その説明会の時は多分僕ね、もらってなかったね。多分その地元学区に通ってた、人たちは、おそらく多分もう幼稚園の、頃にもらったんだろうね、きっと。で、その説明会で、僕は幼稚園、隣学区の幼稚園の制服で行くんだけど、その時の制服が、ネイビーのセーターに赤色のハーフパンツだったの、うん。で、小学校の、まあ、幼稚園のさ、その、地元学区の、その、1年 A 組にもともといた40人は、もう学ラン着てるから、もうなんか、その時点でこう、全集中なわけよ。あいつは誰だろう。僕だけちょっとカラフルで、なんか、すごい見られながら、っていう記憶を覚えてます。なんか、その頃に初めて、なんか、装うっていうことに対しての、何かを、もやっと感じたっていう、ファーストインパクトだったんですけど、まあそんなこんなで、まあ割愛して2年生になって、地元に小学校ができてからは結構ハッピーでした。もうサッカーしかしないような、少年で、そうね、とにかくもうザ小学生みたいな小学生だった気がする。うんうん。ここまで全然ファッションと関係ないよね。あ、やばいやばい。いいよ。ファッションと関係ないと言いつつ、それがすごい、土井さんのクリエーションに後々反映されていくじゃん。うん、そうだね。まあ、そうだね。で、小6のタイミングでね、中学校ね、受験しました。岡山市立、岡山後楽館中学校ってとこなんだけど、なんかそこがね、すごいね、多分全国の中でもかなり特殊で、中高一貫の、私立だったんだよ。私じゃなくて、県立の方のね、岡山市とかの私立だったんだよね。うん、それで、